放題始まりました、もちチャンネル。撮りますね。まあこの動画は流れてるか流れてないかは分かりません。お蔵入りになってる可能性もまあ半分半分だと思ってるので、まあ 50% だと思ってます。はい、ということで、まあ単刀直入に何があったかを言ってください。レント君、何になるんですか？あなたは父親になります。はい、ということです。で、まああの動画撮った時には分かってたってことね。そうですね、6週目になってます。そうだ、僕は知らないわけですね。そうですね、そうそう、あの動画撮ってる時は知らないわけで、昨日聞かされた状況なんで、で深夜の4時ぐらいまで考えましたけど、私もまあだから、そうそうそう、まあ、彼女とね一回話をしてほしいっていうのはそういうことだったんだなっていうのはね後々分かったわけです。そう、あの動画っていうのは別に僕はね来てくださいって言って撮ったわけじゃないんですよね。そうですね、あの場で話すかどうかを一旦悩んだんですけど、こう話し合って、うん、周りもあまり広げないように、うんうんうん、敵入ったらまあ見えちゃったり友達だったりに知らせるのはいいと思うんですけど、ね、まだやっぱ不確定が多いので、うんうん、まあ今回僕の立場上萌哲さんからいろいろ出資していただいているので、うん、まあその上でやっぱ一言話をしておかないといけないっていうことを彼女と二人で話し合った結果、うん、そういう結論が出たので、昨日萌哲先生に話しました。そうそう、だから結局その働いてほしいって言ってたのはそりゃそうだろうって、こっちからすればね、その話を聞いてる状況だったらその彼女が言うのはもうそのもっともだし絶対そうなるっていう状況なんですが、で、まあ、平先生にね昨日電話して聞いたんです、はい、まあ、彼は産婦人科の家の子なので実はそういう話もあって、でどうすると言って、で普通に考えたらもう向こうからしたら働いてもらうのが当たり前、もう働けっていうのがそれがもう当然の結論になるわけで、でもまあご存知の通り今のままだと頑張ってる様子も映せてないまま、まあ、デジタルタトゥーというんですか、最近だとそれが残ったまま大学も出てない、職つけるっていうのもまあいろいろ登録してやったりしてたと思うんですけど、まあ、あんまりその将来を考えてたくさん稼げるものでもないし、そうですね、っていうので、だから受験はしたいっていうのは考えてて、はい、それは聞いて、じゃあどうすんだとでも受験はしたいとも思ってるわけですね。そうですね、やっぱり、まあ、先ほど言ったデジタルタトゥーっていうものが残ったまま、うん、多分2人で暮らし、これからずっと暮らしていって3人目ができた時にで。ずっと残り続けるものなんで、うん、まあ、それを残しておいて、僕は被害を被るのは別に問題ないんですけど、うん、2人に被害がいっちゃうのはそれが一番問題なんで、であれば今回やり抜いて、まあ、合格をいただければそれはそれでそのデジタルタトゥーっていうものが消えるんではないかと思いまして、うん、まあ、選択肢としては分かれて、僕一人でそこの YouTube のコンテンツに残るで、中山レントとしてデジタルタトゥーを残したまま生きていくっていう選択肢もあったんですけど、やはりなんか僕も幼い頃両親が離婚をして母親と2人で暮らしてた時期がありまして、2人で暮らすっていうのはなかなか難しいものだと僕は思ってたの、体感してたので、難しい選択ではあるんですけど、なるべくなら3人でこれからずっと過ごしていきたいって考えています。まあ二択というか、働かなきゃいけない、当然だって向こうの立場としたら働いてくれ、それは当然、まあ、もちろん将来を考えた場合に収入は大学行った方が多くなるかもしれないけどっていうのはある。だからいくら僕はね生活費を出したからといって生活費以上のものが当然かかってくるわけですから、そういうもので、まあまあ分かんないこといっぱいあったから、だからその辺もね平さんにいろいろ聞いたわけですけど、で、まあ、受験か仕事かっていう二択なわけですよ。じゃあどうすんだっていうのは私はだからずっと悩んで、今日8時に起きなきゃいけないのに4時半ぐらいまでずっと考えてたわけですよ。どうしたらいいんだろう、どうしたらいいんだろうっていうね、まああなたも2時6時だからね、ほんに似たような時間 でやってたわけだけど、でいやどうすんだよと思って解決策をね、どっちがいいんだどっちがいいんだっていうのを思ったんですが、解決策あったってこと気づいたんだよね。そうなんですか、うん、逆転の発想が1個あったって4時半ぐらいに気づいたんで、はい、仕事か受験かだったら一緒にしちゃえやってはい、え受験を仕事にすればいいじゃんっていうことに気がつきました。今やってるような、いやだから就職しないとマジでダメ。あ、そうです。で受験でそれ同時に普通できないでしょ、はい、じゃあお前を雇うしかないっていう結論に出た
それが私の出した結論です。はい、両方を得る方法がねえって言って、だから平さんも、もういやそれは仕事をさせるのが絶対だと思いますって言って、もちろん受験でやってった方がレントの将来には絶対、レントという人の将来のためには絶対いいし、収入だって全然違うものになるし、その逆転してちゃんと合格したっていうのを見せてあげられたら、当然助けてくれる人、好きになってくれる人はいっぱいいるだろうから、チャンスとか可能性はどん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 広がると思うけれども、もうだって妊娠しちゃってるわけだから、働くしかないと、もうその選択肢しかない、だから心を鬼にしてそれをもう選択するしかないと思いますって言われたね。その時にそうか、だから就職させるしかないのかと思って、ああじゃあ就職して受験勉強すればいいやというふうに思った。意味わかってますか？わかりました。ということで、だからね、もうさっきだからそう生活費を出してくれる、なんかこう、ね、説得するためにください、お前が書くのは契約書です、はい、うちの社員になる契約書にサインをしていただくという形にします。はい、まあぶっ飛んだぶっ飛んだ解決策ですよ。でもこんなのない。だから受験をしてるのが社員でやるか、受験勉強をするのが社員の仕事でやるっていう、むちゃくちゃな業務内容です。まあこれであれば、まあいろんなこと、まあ、いわゆる生活費全部書いてもらって、でそれを出すじゃなくて給料で生活してくださいっていう形にします。はい、そうすればなんか一回一回の計算もいらないし、それでいいかとなりました。大丈夫なんでしょうか、僕なんかで。声が小さいから僕なんかで大丈夫なんでしょうか。やばいでしょどう考えたってやばいでしょいや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 、もう本当にそんなんね、もうそりゃやばいでしょ、間違いなく。だからそうそう、だからこれがね、私すげえ何時間も何時間も自分で考えて考えて、どうすりゃいいんだどうすりゃ、でもこうするパターンこうするパターンみたいなのをやって出した結論です。だからさ、俺のさ想定をさはるかに超えてくるわけじゃん、あなたは。びっくりしたよ、もう本当に。なんか想定ってこう撮影をした、うん、その日に分かったんですよ、うん、その日の朝10時に病院に行ってきて、うん、昼頃にできたっていう連絡ができて撮影に行ったんですよ。なるほどね。なんで本当にタイムリーで、僕もえっていう感じで。あーそうだね。でまあ6週目っていうのを戻すと、うん、3月の半ばなんで浪人も。いいわそんな生々しいんですよ。生々しい、分かるわ、浪人の前ね。はい、分かります。そうなんですよ。なんでだから OK ですとは言わないですよ、私は。はい、僕も想定外でよということです。なんでまあだからあなたが彼女との話し合いでしなきゃいけないのは、私も行かなきゃいけないんでしょうけど、あなたの給料の額を決めないといけません。でそこにはちゃんと毎日8時間労働はって言いないで、労働が8時間勉強することになりますね。10時間ってやっちゃうとそれ超えちゃいますから、はい、あとは自分で2時間以上はサービス残業じゃねえ何が残業だ名目上だからその8時間はだから校舎に行ってやると。 でそれ以外は自分でやってくださいと。そしたら鍵の開け閉めやります。鍵の開け閉めやりますよそんなのにふざけんなよ、そんなのに生活できるぐらいの額が発生するっていう、そんなのおかしいだろ。少なからず上でなんか鍵の開け閉めするだけで、ね、実際に業務してる人と同じぐらいもらえますって。もうそんなおかしな話ないわけで、ね、そうです。なんかできることがあれば。いやできることはちゃんと着々とそう上がっていくことですから、成績を伸ばして、はい、それを待っていますので、はい、そういう形で。ただこの動画が出てるかは分かりません。はい、当然この提案を僕がしたってなし、そうなし、飲まないって可能性は全然あるわけで、だから分かりません。本当に OK になるかどうかも全く分かんない状況で今から話しに行くので、はい、いやだってむちゃくちゃ怖くない？俺この立場だったらさ超絶生きた心地しないと思うんだけど。いや俺もう無理ですよ本当に自分でも心が追いついてないですよ。しっかりなかったですもん本当に。そりゃそうでしょ。いやこれででもさ向こうの親に会えんのかっていうね。明日来るらしいの。こわかもしんない。それは全然ありえると思う普通にありえると思う。そうですね、まあ娘のことなんで、うん、
それでまあまあまあ、ただまあまあそんな、だからあとは当然ストレスとかもすごくなっちゃうだろうからね、その辺のことも考えなきゃいけないし、まあいずれをそのまあ、ね、近くだったらその実家に帰るとかあるだろうけど、それまでねどういうふうにですね、やるかとか、まあちゃんと支えてもらわないといけないんですね。はい、という感じです。まあまさかの状況でした。眠いです。もうめちゃくちゃ眠いですが、そういうことでした。いやー、そうなる、マジか。いやー、急激に社員が増えたな。いきなり一月でめっちゃ増えたな。よし、ということでした。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。応援するかしないかはあなた次第です。いや、ほんと超えてくるよね。全然予想もしてないさ、ことをさ、起こるからさ。あんなだってさ、彼女が登場したことですらやらせだって言われたのにさ、もう追いつかないよ、俺の頭が。いや、そうですよ。だって俺、当日じゃないか、前日の、ほんとになんか、前日の9時ぐらいですもん、連絡して。いいですかみたいな。そう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 。行きますみたいな。だからそこの時もいるかどうか知らなかった。ただ単に萌哲先生に会いたいから会わせてあげたいと思って、うん、そしたらなんか動画撮る流れになって、勘づいてたんだと思うけどね。まあだから検査薬とかでは分かってたんですけど、まあ確証がなかったんで、だから知ってたんだよ。だからそれがあったからだと思う。だ普通にだって会いたいですなんて言わないもん。どうするかは、はい、まあ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 考えなきゃいけないっていうことで、はい、これから話し合いに行くということでございます。もう本当に、でも最初にまあ言ってたけど、どうせそんななんか平坦な道はいかんと。そうです。どうせこうね、そういう企画ねやるときにどうせそうはいかんからって言っても、最初からとんでもないね、もうこうっていうとんでもない山場を作り出したから、めっちゃビビったよ。どうもだから、これ以上はこう山行くところはないかな。いやいやいや、あなたのことですよ。私はもうまだ何かあるんじゃないかと思ってよ。何をやるんですか、これさ。もう本当怖いよ。超えてくるから、マジで。もう事実は小説よりきなりだよ。笑えてくるしかないんですよ、俺も。Stranger than fiction ですよ、本当にね。はい、ということでした。ということで、今回の中村レントンにお越しいただきました。はい、ありがとうございました。リボーチング。